はい、どうもこんにちは、エンジン太郎です。今回は前回の続きであるカムシャフトやっていきます。カムシャフトにこのカムギア取り付けるんですが、まあ、あの素材としてのギアなので、いわゆる未加工の状態のものですね。なのでこれを加工してつくようにしていきます。それとスプロケットですね、これも加工してつくようになりますね。まあやることといえば、ギアに関しては現在6mm なんですよね。で、目標値が 5mm なので1ミリほど表面削ります。ただまあ表面は削るんですが、その前にこの軽量化の穴開けをやってきます。それは3枚とも全部同じですね。全部ギア厚みが 5mm の設定だったはずです。そうですね、みんな 5mm ですね。でスプロケもセンターの穴の拡大と取り付け穴を進めていきます。まあまずはやりやすいギアからいきますか。はい、ギアの刃を爪で痛めないように真鍮板挟んどきます。はい、まずは何はなくともこの中心出さなきゃダメですね。なので中心出し進めていきます。目測で大体まず合わせますね。この辺ですね。大体の位置合わせたら、ハンドルを操作してフレが一番少なくなるところを探していきます。こんなもんですね。もう針が一目盛りの半分も触れなくなったので、よしとします。はい、ここで減点と。まあだいぶ楽ですよね、これで出すと。よいしょ。ドリルチャックと。じゃあセンタードリルからいきます。では 6mm 穴を開けると、はい、まずは穴開けと。よいしょ。このギアは六角穴付きで止めるので、座繰りの穴作っていきます。先にセンタードリルの下穴は打ってあるので、本番の穴をどんどん開けていきます。この軽量化がどのぐらい効くかはわかりませんが、やらないよりマシだと思って今のところ開けていますね。これで軽量化の穴と止める用の穴全部開きましたね。あとはセンターホール開けてきます。センターは 16mm ですね。とりあえず下穴は 15mm で開けます。よいしょ。じゃあ残りはボーリングで、あと 1mm だけ仕上げていきますね。
はい、これで1個目終わりと。はい、穴もビタッとあっていい感じですね。1個目が終わったんですが、2個目3個目もあります、これから。ただここまでの手順は1個目と全く同じなので、まあこれはもう意味して、一気に完成にいきます。はい、これで3枚全部できましたね。あと次にやるのは裏面を削って、あと1ミリ削って厚みを5ミリにすることですね。それが終わればこのギアの加工は終わりとなります。はい、ギアの仕上げ用のジグ作ってきます。よいしょ。まずは材料のカットですね。よし、はい、素材のカット終わったので、旋盤で穴開けなどやってきます。まずは中繰りを進めていくので、ドリルで下穴を開けていきます。細いドリルから徐々に太いドリルに変えていきますね。よいしょ。はい、次ですが、このギアが入るようにここに段差をつけます。これで OK。 あとは断面をきれいにしておかないとね。はい、これで断面までできたので外して付け替えですね。で、反転ですね、今度は。反転して取り付けができたので、断面削って外径やってきます。まず外径一番太いところ、70ミリですね、にしていきます。これで外径切削は終わりました。このまま続きで段差をつけていきます。
よいしょ。でこれでまあ OK です。あとは計3箇所切り欠きですね。2箇所は途中まで、1箇所は貫通っていう感じです。はい、ではカットやっていきます。カットはもうグラインダーですね。グラインダーでバサバサっと切っちゃった方が早いです。よし、というわけでグラインダーで切ってきます。はい、これでスリット3箇所つけたので問題ないと思います。スリットもできて、でギアも入りますね、普通に。そしたらこれごと今度はこいつにセットと。よっと、でこの面ですね、ギアの側面を1ミリほど削ります。これで1枚目終わりました。よいしょ、はい、少し薄くなりましたね、ギアが。2枚目以降手順としては全く同じなので、やはり先に飛ばしてっちゃいますね。はい、これで3枚とも全部ギア幅狭くしました。6ミリから5ミリなのであまり変わっていないといえばいないんですが、ギアの部分はなるべく軽くしたいですね。はい、次はスプロケット側の加工ですね。はい、固定完了です。よし、じゃあまた中心出して、よいしょ、穴だけ進めていきます。よいしょ、ブロケット加工終わりと。ギアの部分終わったので次の工程ですね、カム山の部分作ってきます。今回もシャフト部とカム山の部分はセパレートでいきます。カム山の製作ですが、まずは CNC に固定するためのジグから製作していきます。よし、これでここまでは OK で、
と終わりと、あとはこいつをはめ込むだけですね。ではプレート側をやっていきます。もう固定はしてあるので、まずスコープで位置確認ですね。これでだいたい真ん中できました。あとはここにこいつが入る穴を開ければ OK です。ただしここスポスポじゃダメです。ここも焼きバメをするつもりなので、ギチギチにしたいので、なるべく一応ここではそうですね 0.003 ぐらいこいつより狭いものを作ってきますね。これでぴったりと、よし。はい、真ん中の穴は開いたので、あとは固定用の穴開くんですが、元のは4箇所でしたが、まあ2箇所あれば十分なので2箇所だけでいいにします。あとはこの穴にシャフトを入れて、溶接したら、裏から溶接してちょっと整えたら終わりですね。はい、では、電熱器で加熱していきます。目標温度はとりあえずは300度以下、そのぐらいを目安にして、温度上がったのではめていきます。はい、もうギッチギチにはまって絶対取れないですね、これ。あとは一応念のためにここを溶接しておきます。それでジグとしては使えるようになりますね。はい、ベースとなるものに圧入も終わり、溶接も終わって綺麗にできたので、ここのこの上につく押さえ用の座金ですね、作ってきます。まあ正直単なるザガネなんで、あんまり気を使わないでどんどん作っていけばいいと思います。これでザガネ部分できましたね。まあ特に面白くもなんともない、ただのワッシャーみたいなもんですね。はい、こうやってネジで固定と。よし、ではカム本体となる部分を削り出していきます。まあ今の段階ではただ丸く円形に削り出すだけなので、まあカムになる、母材とも言うべきものですね、を作ってきます。よし、こんなもん。you
これで素材とジグ両方できましたね。あとは CNC にかけてカムを作っていきます。はい、振り回しを使ってここの原点が出ましたね。はい、セット終わったのであとは削っていきます。うまくいってくれよ。機械スタートで、はい、削り終わりました。はい、これでインレットとエキゾーストのカム両方できましたね。あとはこれを焼き入れの工程ですね。新炭焼き入れかけてこの表面だけ硬化させます。そうすればカム関係は一旦部品としては終わりで、最後に溶接、シャフトへの溶接が待ってますが、それはタイミング合わせなきゃなんないので、今回はちょっとそこはやらないようにしようと思います。新炭焼き入れの準備を始めていきます。ではカムシャフトの新炭焼き入れやってきます。こんな感じでカムシャフトをセットしちゃいますね。はい、このベアリングの当たる面、ここだけ、こういう面だけ外周が硬くなればいいので2個同時に進めていきます。で持ち手がないと不便なので取っ手をちょっとつけますね。ついてれば OK って感じです。今回はこのセラミックの入れ物を使います。これが新炭材ですね。新炭材入れて、で新炭材の中に埋めてきます。準備ができたら電気炉の電源を入れて温度設定をしていきます。とりあえず850度程度で設定しておきます。まあ、あとはこれで温度上がるのを待ってきます。炉内の温度840度近くなったので、まあ、そろそろるつぼ入れちゃう、新炭用の素材入れちゃいますね。じゃあ入れてきます。よいしょ。これで数時間待ちます。所定の時間経ったので、まあ実際には3時間くらい、2時間半くらい浸透させてました。まあこれだけやりゃ十分でしょうというわけで、中身取り出して冷却します。熱くなってるね。よいしょ。で、
これで、ヤスリの刃が立たないくらいには硬くなりましたね。滑ってますね、完全に。よし、はい、あとはよいしょ、オーブン使って焼き戻し、はい、オーブン使って焼き戻しやっていきます。今回もまあうまくいったと思います。新炭層がどのぐらいできてるかそれはちょっとわかんないですが、少なくとも表面は新炭できて硬くはなってます。なのでこれで OK ですね。はい、これでカムはカム山焼き入れまで終わりましたね。ただまあ焼き入れしたことによってここ入らなくなるんですよね。なんか寸法変わるんですね、焼き入れすると。なのでここの調整とあとは表面磨いてツルツルにします。はい、一応シャフトにカム入るようになってるんですが、ここに来て大きなミスが発覚しましたね。なんとベアリングが入らない、カムを入れた後だとやばいですね。サイズ的にいける予定だったんですけど、どっか違っちゃいましたね。逆に先にベアリングを入れてあって、ここをカムをくっつけてしまうと今度カムベアリングが抜けないという状況ですね。参ったなこれ。ベアリングとりあえず動かすだけならベアリング入れたまんまカムを固定してしまう。それでこのベアリングが生きてる間は大丈夫ですけど、その後問題、交換したくなった時に問題ですね。かといって1個サイズの大きいベアリングをつけようにも難しいですね。これはまあいいだね。斜めに、なんでこういう設計になっちゃったのか、どこで間違ったんでしょうね。結構初期の頃ですね、この感じだと設計ミスは。再設計してなんとかしようと思うんですが、もうここも肉が薄いのであんまり削れないっていうのもありますし、困りましたね。とりあえず現実逃避のためにカム山をツルツルに磨いていきます。もしかしたらこの間にいいアイデア出るかもしれませんね。はい、カムのこのベアリングの当たる面きれいにしました。エンドとしてはこんな感じです。ベアリングが抜けなくなる問題ですが、図面で確認したところ、ここの部分に切り欠きを少し作って、ここのエッジを斜めに落とせば、そうですね、1ミリほど落とせばなんとか抜けそうな感じなので、そういう風に処理をしてきます。まあとりあえず今回の作業はここで終わりとなります。次回バルブシートカットと、できればこのベアリングの抜けなくなる問題っていうのを、ベアリングの方はまだか、次回はバルブシートカットを進めていこうと思います。まあバルブシートカッターはバルブシートカッターを作ることを進めなくてはいけないので、そちらを進めていこうと思います。どうもご視聴ありがとうございました。また次回もよろしくお願いします。